の夜8時から夜9時までの間、ちゃんと配信してますでしょうかね、ちょっと画面の方が気になるんですけども、月曜から金曜の夜8時、から9時までの間、那須塩原の、情報をお送り出しております。この番組をお送りいたしますのは、エレニスさん、今日はお休みですかね。実は、先月というか昨年末、12月24日に配信する予定だったんですけども、私が体調崩してしまいまして、その日の月8の配信はお休みさせていただきました。大変申し訳ございません。ごめんね、ごめんね。それから、31日は大晦日ですので、あらかじめお休みする予定でおりました。これまたごめんね、ごめんねということですけども、今日はそれで、その時に前に聞いてたような気がするんですけども、エレニスさん今日はちょっと都合が悪くて来られないという話をしてたような気がするんですが、今日もまたごめんね、ごめんねと、私ガリレオ鈴木、あ、ちゃんとネームプレートありますんで、ガリレオ鈴木が、一人でお送りいたします。エレニスさんのネームプレート出しててもしょうがないんで、ここに重ねちゃいましょうかね。お送りいたします。1時間はちょっと無理かなと思いますので、30分ぐらいになるかと思いますが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。あれ、 BGM かかってますかね。 BGM 鳴らしてるはずなんですが、聞こえますかね。はい、この番組では通常ですね、3つの扉を用意しておりまして、1つ目が暮らしの扉、那須塩原の暮らし情報をお送りいたしております。通常でしたらエレニスさんに、ブラジル・ポルトガル語でも案内していただいたり、それから、トライアルさんから、このソスイスクエアアクアスの中にあります、トライアルマートさんから商品をお借りしてきまして、ブラジル・ポルトガル語で商品の紹介をしていただくというコーナーがあるんですけども、今日はちょっとそちらはお送りできません。暮らしの扉で、那須塩原市の情報をちょっとお送りしたいと思います。それから2つ目の扉、仲良しの扉、通常お送りしてるんですけども、こちらは、エレニスさんに、聖書の御言葉と、ブラジルポルトガル語講座をお送りしていただいてるんですが、今日はお休みということで、このコーナーもお休みさせていただきます。そして3つ目の扉、懐かしの扉というコーナー用意しておりまして、そちらは、これまでメールでいろいろ皆さんから、情報をお寄せいただいてたんですけども、そういえば、月が変わったというか年が変わりました。メールテーマ、最後の配信の予定の日をお休みしちゃったんでメールテーマ、出しておりませんでしたね。この番組中にちょっと考えたいと思います。これまた本当ごめんねごめんねという感じですけども、正月早々、ごめんなさい、本当申し訳ないですね。バタバタとやっております。こんな、番組ですけども、お付き合いのほどよろしくお願いします。これからも1年ねよろしくお願いいたします。そういえば、新年の挨拶をしておりませんでした。明けましておめでとうございます。9年中は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。通常でしたらね、ここでねブラジルポルトガル語でお送りしたり、するんですけども、ちょっとそこはできないですね。私覚えてるのは1月というのがジャネイロっていうことを知ってるぐらいですね。ダメですね。レンスさんにいろいろ教えていただかなきゃいけないなと思います。レンスさん戻ってきましたら、いろんなブラジルポルトガル語のことを教えていただきたいななんて思っております。それでは今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではですね、第一の扉、那須塩原市の生活情報ですね。こちら、那須塩原、広報那須塩原ですけども、こちらからお送りしようかと思います。これ1月の5日号ですね。新しいの、正月らしいね、今年見年なのでね、皆さん子供お子さんが見年の絵馬でしょうかね、蛇の絵馬を作っています。
可愛いですね、この中からちょっと一つご紹介させていただきます。こちらですね、ちょっとこれ拡大しましょうか。読めますかね。あれ、上行き過ぎましたね。ちょっと画面の方で読めないかもしれません。私の方で、案内させていただきます。地域包括支援センターを知っていますか？地域包括支援センターはお住まいの身近なところにあり、高齢者のいろいろな相談に乗ってくれるところです。市内には8カ所のセンターがあり、社会福祉士、保健士、看護師、主任介護支援専門員などの専門職員が、連携しながら支援をしています。行きます。相談の費用はかかりませんので、お気軽に相談してください。1、高齢者の総合相談窓口、介護福祉の総合窓口として、おっと倒れてしまいましたね。このくらいのが見やすいかな。この辺ですかね。こちらか。高齢者の総合相談窓口、介護福祉の総合窓口としてセンターの窓口や電話、ご自宅への訪問などにより様々な相談に応じます。2、介護予防ケアマネジメント。介護予防対象者には介護予防プランの作成やサービス利用の評価などのほか、介護予防教室も開催しています。3、権利擁護、虐待の早期発見防止、高齢者の人権や財産を守るため、成年貢献制度の活用の促進や高齢者への虐待防止を図ります。4、地域のネットワーク作り。地域で高齢者を支えている医師や介護支援専門員などが連携できるようにネットワークを作ります。8カ所のセンターがここに出ております。そうですね、場所とか電話番号とか、担当区域、それぞれ区域があるんですね。8つ出ておりますが、広報の方にちょっと読み上げましょうかね。8つの場所の場所というか名称だけでも、稲村板室地域包括支援センター、それから地域包括支援センターアグリ、こちらは豊浦公民館区厚崎港地区の一部というふうになってますね。最初の稲村板室地域包括支援センターは稲村公民館区高林公民館区です。地域包括支援センター、コスモスの家ですかね。東那須の公民館区です。それから地域包括支援センター幸の森、鍋掛地区、続きまして地域包括支援センター樹山荘ですかね、寿の山の荘、黒磯公民館区厚崎地区の一部、それから、この地域になります、地域包括支援センター土地の実、西那須の東部地区、西那須の東側ですね。それから西那須の西西部地区は西那須の西部 地域包括支援センター、それから塩原地区全域が塩原地域包括支援センターということになります。詳しいことをお問い合わせは、本庁舎、高齢福祉課電話0287627392、または西那須の庁舎市民福祉課
0287376231、もう一つ、塩原庁舎、総務福祉課0287322912、各地域包括支援センター、そちらの電話番号ちょっとお読み上げしませんので、詳しいことは市役所の方に聞いていただけるといいかと思います。それぞれの、ね、地域で、それぞれの、センターがありますので、お住みの地域のセンターをご利用いただければいいかなと思います。寒い時期になりましたけども、以前紹介したかもしれないんですが、毎年2月になりますと私もお世話大変お世話になりました、地域支援センターゆずり派、ナスフロンティアという、NPO 法人がありまして、そちらの、催しがありまして、まあ、これあのお年寄りの介護とか人権を守るということで、紹介しましたけど、昨年聞いたのは落語と、秋田でお年寄り自殺する人が多い秋田県、お年寄りの、自殺が多い秋田県で、そういうお年寄りのネットワーク作りをしている方、お茶飲み話をしたり、それからお酒を飲みながらお話をする場所を提供している、お坊さんだったと思いますけど、そういった方の講演を聞いたのを思い出しますね。また今年も催しがあるようですので、その辺の案内もまた、知っていきたいと思います。できればね、ちょっとお話はしてるんですけども、ナスフロンティアの方からちょっとお話は聞けたらなと思っております。今日暮らしの扉ではこちら一つです。それから今週末ね、いろいろイベントがまたありますので、そのような紹介も、していきたいと思っております。それでは暮らしの扉は今日は以上にしちゃいますかね。画面をちょっと切り替えます。一人なんで真ん中に持ってきちゃいましょうかね。このくらいがいいかな。涙も出てますので、それではですね、ここで一曲音楽を聴いていただこうかと思います。15分ですね。今日は1曲目に、久しぶりですね、遠藤香織さんの君へ空へを聴いていただきましょう。まあその間、僕の写真もまたいつものように見ていただこうかと思いますけども、それでは遠藤香織さんどうぞ。
レディオアクアス。はい、遠藤香織さんで、君へ空へを聞いていただきました、なんか懐かしいですね。写真が出てますので、そちらをちょっと紹介させていただこうかと思います。この正月ですね、私田舎に帰ってきました。私の田舎は群馬県の太田市です。こちら那須塩原から帰ってきますとね、足利を通って、入っていくんですけども、足利もまあふるさとみたいなところで、こちらへ帰ってくる戻ってくるときに、足利の町をちょっと散策してきました。昨年聞いたニュースにちょっと心を痛めたというところもあります。最初の写真ですね、こちらは、足利公園のそばにあります、名前が出てこない、八雲神社ですね、八雲神社。この後ちょっと出てきますけど、森高千里さんが歌いました渡良瀬橋という歌の中で、出てくる八雲神社にお参りするとあなたのことを祈るわというふうに歌われている八雲神社。足利で一番大きな、立派な八雲神社だと思います。4個だか5個、いやもっとあったかもしれないんですけども、いくつか八雲神社ある中で、一番立派な、八雲神社が足利公園のすぐそばにあるんですけども、そちらのお社が、昨年焼失しました。火事に遭ってしまいました。ここに立派なお社が建ってたんですね。よく見ると木の、肌が、黒く焦げてたりする痛々しい写真です。ここでどんどん焼きをやるということで案内が出てましたけども、ちょっと寂しい写真ですけど、いきなりそんな写真からです申し訳ないんですけども、それでもまあ仮のお社が建ってまして、そこにもともとあったご神体だかどうだか分かんないですけども、鏡、鏡だったら焼けなかったのかなっていう気もちょっとするんですけども、そちらが祀られておりまして、初詣に参拝する人が後を切らさず次から次へとやってきていました。大事にしていってもらいたいですね、そういったものね。それからそこからちょっと歩きますとですね、森高さんの歌に出てくる、床屋の前の電話ボックスというところがあって、その床屋さんのところまでちょっと歩ってみたんですけども、そちら、足利市の通り7丁目というところになります。そちらの掲示板に森高千里来店というふうに書かれていました。そんなの写真撮りました。教えてくれたらその日に行ってみたかったんですけどもね、残念ながらもうだいぶ前ですね。床屋さん、その歌に歌われてます床屋さんのところに森高千里さんのサインが書かれてまして、日付を見ると、2012年5月29日となってますので、その日に来たんだと思います。以前僕のブログでちょっと紹介してますけども、足利市の市長さんのところもね、訪問して、お話ししてたと思います。その後ですね、火事に遭われたのは八雲神社が、ニュースで取り上げた時にもなんか森高さんも、悲しい思いをしてるっていうふうに取り上げられてたと。私そのニュース直接知らなくてですね、知人で教えてくれた方がいて、そんな話を聞いた覚えがあります。昨年5月に来店されています。その、床屋さんの近くですね、とても風情のあるところですね。川というか堀が流れてて、お寺がたくさんあります。こちらは三宝院さんって言ったかな。その歌に歌われた床屋さんの、裏手の方にあります。天気も良くてね、風が強かったですけども天気が良くて良かったです。風の強い日はね、本当火の始末に気をつけないと本当大きな火事になりますんで注意が必要だと思います。こちらは、最初に紹介しました八雲神社のすぐ隣でもないですね、近くにあります。なんて言ったっけな、福元寺、幸福の福に、厳しいという字のを書きますお寺。三つ鱗の門が、提灯に書かれているのは分かるかな、
そんな、お寺なんですけども、三つ鱗の家紋ということで、北条氏を連想しました。帰りがけにね、この入り口のところをちょっと見ましたら、こう書いてありますね。福願寺、福元寺、こういう字を書きます。言い伝えによりますと、読んじゃいますかね、ちゃんと読めなかったりしますね。源頼朝源平の合戦に活躍した足利義兼の、妻時子、実はこの時子さんというのは姉が雅子様ですね。私もよく知っております。雅子様、北条政子様、頼朝公の奥様ですね、の、妹君時子さんが解任した時に、姉の雅子さんが、男の子が生まれるようにということで、お祈りをしたところ、お祈りをしてもらったんですね、高僧に。それがこのお寺だというような言い伝えがあるということで、なるほど、あの雅子様ですかということですね。去年の、巻狩祭りが懐かしいですね。そんなことを思うよ、三つ鱗古門、北条氏三つ鱗古門でした。そのお寺の近くに、早雲羊羹という、羊羹屋さんがあります。早雲、北条早雲じゃないんですよ。田崎早雲という、日本画家いらっしゃいますけども、この田崎早雲の美術館も、足利公園の中にあります。今回、特別訪れはしませんでしたけども、その田崎早雲にまつわ、の名前をもてらって、羊羹を販売しております。早雲羊羹本舗、八雲神社とか、福願寺の近くにあります。ちょっとね、これ片方食べて途中に写真撮ったんですけど、右が大納言って書いてありますね。それから左もう一個、栗羊羹を買いました。どちらもとても美味しかったですね。大きいサイズのものと小さいサイズのものがあって、これは小さいサイズのもの、私のようなものには小さいサイズを、2つ3つ買う方がなんかいいかなという気がします。とても美味しい羊羹ですね。大納言は大納言の小豆がたっぷりと入っています。栗羊羹の方は栗が入ってとても美味しかったです。これ栗羊羹の写真ですね。うちでいただいているところです。そしてその後いよいよ、先ほどのところまで歩いてプラプラしたんですけども、渡良瀬橋へ行ってみました。森高さんの渡良瀬橋の歌碑があるところ、こちらへ行ってみました。ここのところにね、再生ボタンがあって森高さんの歌が流れるようになってて、そちらも撮ったんですけどね、動画で撮ったんですけどね、風が強くて歌がほとんど聞こえませんでした。後ろこちらこの辺にですね、渡良瀬橋が見えております。それから浅間神社、男の浅間神社と女の浅間神社かな、が見えてます。こちらが渡良瀬橋前景ですかね。渡良瀬川が流れてちょうど、西の方を見てるんだと思います。こちらに太田の金山が見えてます。夕日がこっち側に沈んでいくんでしょうね。夏だと結構こっちの方に沈むのかな、冬だともっとずっと左の方に沈んでしまうかと思いますけども、日暮れまで、見ていることはしませんでしたので、昼間の太陽が高い位置にあるところの写真だけです。この、渡良瀬橋行った時に、車止めるところなかなか見つからなかったんで、ちょっと喫茶店の駐車場に止めて、喫茶店に寄ってみました。豆の木という喫茶店、立派な3階建てのお家、なかなか風情があります。35年ぐらい前からやってるということで、昔、この近くに中劇という映画館があったりしました。僕も子供の頃何回か映画見に行ってるところですね。その近くです。こんな素敵なところが足川にはまだまだたくさんありそうですね。せっかくなので美味しいものをいただきました。バニラのロールケーキ、桃やバナナ、それからアイスクリームなどついてるのは嬉しいですね。ナイフとフォークで食べるっていうのはなかなかまた風情があって良かったです。そしてコーヒーもいただきました。ブレンドコーヒーです。なかなかこの器も洒落てますね。で、足利が終わりで、その後、帰りに栃木蔵の町美術館で、
せっかくなんで紹介しましょうかね。暮らしの扉じゃないですけども、栃木市の紹介、蔵の町美術館田中一村の目という展覧会をしております。もうちょっとちっちゃくしようかな。皆さん田中一村っていう画家をご存知でしょうかね。栃木市出身で、晩年と言っていいのかな、奄美大島で、南国の風景を、日本画で描いた方です。大好きな作品あの方ですね、作品大好きですね。ただ今回はですね、その人の作品絵の作品ではなく、田中一村さんが実際に写真を撮った、ご本人が撮った写真、これは、ご本人写ってるんで、他の人が撮った写真ですけども、友人が撮った田中一村の写真、それから田中一村ご本人が撮った写真の展示がされてました。12月22日から、今月1月の20日日曜日まで、栃木蔵の町美術館で行われてます。展覧会、今年が没後35年になるんですかね。今年なのか去年なのかっていうのがちょっと気になるところですが、12月からやってますので、裏の方にありますけども、こういった、オリンパスと言ってましたね、オリンパスの二眼レフのカメラ、物見ると66番なのかなという感じはするんですが、モノクロの写真、南国の植物の写真を結構たくさん撮ってましたけども、そんなものが、後ろにも写ってますね、植物がね、彼の作品にも、登場します。どんな絵かっていうと、ちょっとこんな本を買ってきたんで紹介しちゃいますかね。同じ美術館で買ったものですけども、田中一村さんの画集、こんなような赤翔瓶という鳥ですけども、それからアダンの実、なんか南国風情で日本画なんですよね。こんな、ものを見てきました。まあ興味があったら見に行ってみてはいかがでしょうか。こちら栃木蔵の町美術館で、この美術館の建物もねすごいですね。蔵が3つ横につながってるような形になってます。中が実際つながってますね。足利の町、栃木の町、とても素敵なところです。いいとこですね。それでは1曲また音楽を聴いていただこうかと思います。次はですね、いつもエレンさんがかけてる音楽は今日はなしで申し訳ないんですけども、ラフ君を聴いていただこうと思います。あれかかっちゃったかな、ちょっと待ってくださいね。ラフ君の歌で、水曜日パーソナリティも務めていらっしゃいますラフ君の歌で、ありがとう以上のありがとうを聴いていただきたいと思います。どうぞ。僕は君
一番大切で守りたいと思う人がいるなら、この世で一番好きで、この世で一番大切な君に言うよ、ありがとう以上のありがとう。ラフ君の歌声で、ありがとう以上のありがとうを聞いていただきました。本当素敵な歌ですね、歌声ですね。僕も口ずさんで言ってましたけど、音は入らないようにしておりました。いい歌ですね。それでは、仲良しの扉をお休みにしまして、3つ目の扉、懐かしの扉へ行きたいと思います。 BGM をかけようかな。さっきと同じかもしれないですけど、懐かしの扉、何を話テーマにしようかなと思って、先ほどのですね、写真を見ててふと思ったのがあります。八雲神社の亡くなってしまった、焼けてしまったっていうのはなんかすごく痛々しいですよね。つい去年、一昨年、もう一昨年になっちゃうんですね。3月11日で、丸2年が経とうとしております。東日本大震災で失われたものというのもたくさんあった、皆さんの中にもあったんじゃないかなと思うんですが、失われたもの、自分の身近なもので失われたものについての思い出話を、お寄せいただけたらなと思います。
僕八雲神社、実はですね、思い出話しちゃうんですけど、実はこのお社っていうのは僕の妹が結婚式を挙げたところなんですよね。ここの神主さんと妹、結婚した妹の夫婦、ご主人になった方、それから妹と知り合いということもあって、親善で結婚式を挙げました。僕もそこに列席したんですけども、参列したんですけども、あの式を挙げた場所がなくなってしまったのかっていうのは非常に残念ですね。森高さん以上に、ちょっとなくなっちゃったんだなという思いがあります。それとですね、年末に、私の身近なところでいろんなものが壊れました。この冬寒いですけども、まずストーブといいますか石油ファンヒーターが壊れました。これないと困るんですぐに買いました。それから年末年始テレビでいろんな番組をやります。ビデオレコーダー壊れました。こちらもですね、年末に買いました。あとその前にもっと大変なものがありましたね。洗濯機が壊れました。こちらもないと困りますので、年内に、年末のうちに買って、これは持って帰って自分で設置するというわけにいかなかったので、買って届けて、いただきました。そんなこんなでね、今まで愛用していたものがなくなってしまうというのは非常に寂しい思いしてます。あ、そう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 、今朝もですね、実はひげ剃りを、シェーバーを壊してしまいまして、今日買ってきました。どれもね、思い入れがあるかっていうと、思い入れはないと困るなっていうぐらいで、思い入れがないっていうことはなくはないのかもしれないですけどね。特にビデオレコーダーは、ハードディスクの中に入れた番組、これを DVD に焼こうと思ってたんですけども、 DVD に焼く前に、焼く前にというか DVD を認識しなくなってしまったのが非常に悲しくてですね、しばらく、テレビにつないでそのハードディスクから再生するということで、見たいな、それから撮って見てない番組が非常にたくさんあるんで、なんとか見ていきたいなというふうに考えています。洗濯機とかファンヒーターとかないと困りますね。思い出があるかっていうと、いずれも一人になってから買ったものなんで、そんな長い間愛用してたものではないんですけども、ひげ剃りもそうですね、いずれもそうですね、なんかちょっと寂しいなっていう気はします。愛用してたものがなくなるというのはとても寂しいことです。皆さんも何かね、そういう懐かしいもの、壊れちゃって寂しいなと思うもの、ございましたらメールをお寄せいただけるといいな。東日本大震災、それからそれに伴う津波でもなくなってしまったものいっぱいあると思います。そんな思い出の品の話、そんなものもお寄せいただけるといいかなと思います。もう2年経ちますけどもね、僕はこの話風化させたくないな、あの時自分が感じたこと、そんなものを、いつまでも語り継いでいけたらなというふうに思います。語り継ぐそのことでね、その品物も、なくなって失われてしまいましたけども、その人の心の中にまだ存在するんじゃないかなというふうなことを思うんですね。あ、そうそうそう、メール一ついただいてますので、そちらも紹介しようと思います。ちょっと待ってくださいね。月八へのメール名前マリーさんですね。マリーさん何度もいただいてますね、あれ嬉しいですね。それではエレンさんいないですけども一人でやらせていただきます。せーの、マリーさんありがとうございます。ガリレオ鈴木さん、上田エレニセさん、エレニスさんになってますけどね、エレニセさんですね、おめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。とっても寒いけど今年はもう7日も過ぎちゃったんですね。そうですね、今日は1月の7日です。今朝は七草がゆ、
や、いいですね。七草がゆと食べるを食べると、なぜか日常の生活もに戻る気がします。本当ですね。今日から私は、まあ僕ですね、マリーさんじゃなくて私、僕は、仕事始めだったんですけどもね、なんか正月が終わって、日常に戻るなっていう感じしますね。七草がゆ残念ながら僕は食べてないんですけども、メールの方を読みます。今年も楽しい話題とおしゃべり、素敵な写真や音楽を届けてください。楽しみにしています。そんな風に言っていただけて嬉しいですね。楽しいかどうか分かりますけど、いろんな話題、それから、写真、写真好きなんでね、今回も写真見ていただいておりますが、こういったものを、お送りしたいと思います。続きを読みます。今日はイタリアに行っている知人の娘さんからエアメールが届きました。素晴らしいですね。イタリアですね。イタリア、私イタリア人とか、金曜日では言ってますけど、まだ行ったことがないイタリアです。いいですね。昨年クリスマスに届くようにカードと懐かしいかなと思い、ちょっとしたお菓子とおせんべいを送ったんです。イタリアの人、おせんべいにはびっくりかなと思ったり、イタリアの人はね、結構あのパスタとかね、あのリゾットとか食べますからね、結構いけるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですね。思ってるんですけど、どうでしょうかね。その感想を聞けたらいいですね。今日はお返事のポストカードとイタリアのヌガーグラッセを送ってくれました。ヌガーグラッセってどういうんでしょうね。後でちょっと調べてみようかな。向こうで演奏したり CD を作ったりしているようです。あ、音楽をやってらっしゃるんですかね。日本の皆さんにも曲を聴いてほしいとのこと。今度機会があったら番組で曲を流してください。あ、とても嬉しいですね。どんな音楽か聴いてみたいですね。まあ、許可がいただければ番組でも、流したいなと思います。娘さんも異国の土地で心配もありますが、好きな仕事をしたり楽しく生活して、春には元気な顔を見せてくれることを楽しみにしているんです。お二人もまだまだ寒いですからね、風邪などひかないようにしてください。心温まるいいメールですね。知人の娘さんがイタリアで活躍してらっしゃるんですかね。音楽をやってるようですね。どんな音楽なのか非常に興味あります。本当ね、許可がいただけたら番組でも流すことできますし、僕自身もイタリアすごく興味がありますね。それからイタリア人のせんべいの感想もちょっと聞いてみたい気がします。とても嬉しいメールですね。ありがとうございます。マリさん、ありがとうございます。またメールを送っていただけたら嬉しいですね。今月テーマ、なんていうテーマにしましょうかね。まあ、壊れてしまったものへの思い出話、ものの思い出話、僕の好きな、歌でね、徳永英明さんに壊れかけのラジオ、壊れかけで壊れてはいないのかなあれは。そんなような、なんか懐かしい、自分が愛用してたもの、壊れてしまったり失われてしまったりして、多分誰もがそういうことって、経験してるんじゃないかなと思うんですけども、そんな話をすることによってまだあなたの中でその品物が生き続けるんじゃないかなんてことを思うんで、思いますので、そんなメールをお寄せいただけたら嬉しいな、ここで紹介させていただけたら嬉しいなと思います。急遽ね、そんなことをテーマにしてしまいましたが、八雲神社、焼けてしまった八雲神社、自分の品物でなくてもいいです。失われてしまったもの、東日本大震災の津波、関連する津波で失われてしまったもの、僕は思い出があるわけじゃないんですけども、クジラ好きな人間として、石巻、牡鹿半島に行った時にホエールランドが、壊滅的な被害を受けていたっていうのはかなりショックでしたね。
そんなことになるんだったらそれより前に訪れたかったなってことを思いますし、同じようにクジラにまつわるもの、山田町、陸前高田のその先になりますかね、山田町にも、クジラの、展示された博物館がありました。そちらもすぐ目の前を通ったんですけど寄らずに通り過ぎてしまいました。あの時に寄ってればな、失われてしまってからでは寄ることができなかったなっていうことを、思います。いつの日かね、そこにあったもの復旧されて何か見られる機会があったら嬉しいなと思うんですけども、そんな自分の持ち物でもいいですし、自分のものではないですけどそういった失われてしまったもの、そんなものへの思いを、お寄せください。そうこうしているうちに50分になりましたね30分ぐらいかななんて思ってたんですけども50分も、配信してしまいました、あと10分ほどですね、今週末の情報などちょっとお届けしようかと思います。どちらからいきましょうかね、積み重なってる上からいきましょうかね、こちら月の上の音楽会、このレディオアクアスを立ち上げてくれた恩人、高野橋さんのやっていらっしゃるプチビラージュでいただいた、チラシです。この日19日僕用事別の用事があって行けないんですけどね、これは宇都宮ですかね、宇都宮市西原、3丁目3-14、トゥートゥリーカフェというカフェですね。ちょっと大きくしてみましょうかね。上に行き過ぎました、ごめんなさい。右に行き過ぎました。とても洒落てますね。月の上の音楽会っていうのがこの、星や月が大好きな私ガリレオにとってちょっと魅力的なものなんですけども、こんなチラシ見ていただきましたんでご案内いたします。1月19日土曜日、午後6時オープン、午後7時スタート、チャージ1500円プラスワンオーダー、定員20名ご予約先着順です。トゥートゥリーカフェ、予約はこの電話番号でいいんでしょうかね、電話 050-1026-5173、駐車場はございません、恐れ入りますがお近くのパーキングへお願いいたします。3人のアーティストによる音楽会、月をテーマにそれぞれの世界を奏でます。たくさんのお月様を散りばめてトゥートゥリーカフェでお待ちしております。行ってみたいですね。3人組の、ミュージシャンというのは、3人のと書いてありますね。ミエレミエレ、歌とギター、一人の時間のための音楽、楽しくも少し怖いギターとトイ楽器と奇妙な詩に透明な歌声を乗せた小話音楽、これ僕生では聞いたことないんですけどね、なんか素敵な音楽ですよね。それから2つ目が、タエナル歌と鍵盤。タエナルってなんかあの日本語ですよね。タエナル調べっていう感じがしていいですね。透明な歌声、透明な音楽、けれども、うきょくしてさまよう、奥深い独自の世界観を鍵盤と小さな楽器と歌で表現と、紆余曲折の紆と曲折の曲ですかね、うきょくしてですかね、さまよう奥深い独自の世界観だそうです。それから3組目、高村ゆきさん絵の展示、こちらは音楽ではないんですね。3人のアーティストってありますからね、2つの音楽と1つの絵、いつも見ている景色たちを独自の世界で表現、現代動画界会員、この絵がそうですかね、うさぎさんとお月様ありますね。
素敵なイラストですね。1月19日今週の土曜日、宇都宮です。素敵な月の上の音楽会、それから、今週日曜日、11時から15時、場所はエコガレージ守谷で、また行われます、カレーフェスタです。ちょっと欠けてますね。那須塩原カレーフェスタ、第3回目になりますね。今回は、アメリカンビアバーレッツさん、それから自家焙煎コーヒーブラピさん、那須の守谷食堂さん、それから愛花県、そして、我らが高山春菜庵高山産地、この5県によりますカレー、少ない量ですかね、ちょこっとずつ、300円、それプラスライス、ライスは値段書いてないですけど、多分まあそれに見合った金額で、多分僕これライスちょこっとだけでカレーだけいっぱい食べるんじゃないかなと思うんですけど、行くつもりでいます。20日日曜日、11時から15時、場所はエコガレージ守谷さん、那須塩原の駅から、アウトレットへ向かっていって、そのちょっと先ですね、駐車場は30台分ぐらいあったかな、多分にぎわってると思います。それからですね、なんかいろいろ書いてありますね。白いカレー、ミルクカレーが登場するとかね、それからとて焼き、塩原温泉のとて焼き、富士屋さんが来て提供してくれるのかな、通りの茶屋富士屋さんの、パフェとてが食べられる、それから篠原信義さんが書かれてますけど、ノブカフェでしょうかね、歌も聴けるんじゃないかなと思います。私も行くつもりでいます。本当1時間持っちゃいますね。それから昨年から紹介しておりますオペラマテキ、先ほど雅子さんまだちょっとお話し出しましたけども、巻狩祭りで、私が頼朝さんのをやりましたけども、その着付けで協力してくださったのがこちらのオペラ、黒椅子オペラを作る会の皆さんでした。本当はその際は、お世話になりました。ありがとうございました。その方たちのオペラ、上演されます。モーツァルトのオペラマテキです。全2幕、1月27日日曜日、なんとモーツァルトの誕生日です。この日、午後1時半会場、2時開演、場所は那須塩原市黒磯文化会館大ホール。まだチケットの方あるんでしょうかね。黒磯文化会館、それから、那須野ヶ原ハーモニーホールなどのプレイガイドで、購入できます。那須町の文化センターでも購入できるのかな。あ、そう、先ほどの1月20日なんですけど、カレーを早めに食べていけたら行きたいななんて思うのが、那須町文化センターで行われます大工の演奏会、何年か前に僕聞いたんですよね。この月八を一緒にやってました、サラさんが、ステージに立ってるということで、案内をいただきまして聞きに行きました。その時はオーケストラではなく3台のエレクトーンで演奏して、これがまた素晴らしい演奏だったんですけど、歌がまた素晴らしくて、今回はというか、ここ何年かはもう生のオーケストラでやってるらしいです。その大工、年末に大工よく聞きますけど、年の初めにも大工、昨日でしたか、NHK のラララクラシックで、ベートーベンの交響曲第2番を取り上げてましたけども、もうその曲を作った頃にベートーベンなんか大工をイメージしてたんじゃないですかね。そんな話を昨日してましたけども、聞いてみたいですね大工。それは1月の20日、確か那須町文化センターで、午後1時半会場、2時開演だったと思います。詳しいことはちょっと調べてみてください。ちょっと余談それましたけども、那須町文化センターでもこのマテキのチケット購入できます。
まだあるんじゃないのかな、入場料一般2000円、高校生以下は500円、楽しみですね。それから時間ちょうど8時になりそうですね。最初の、暮らしの扉でご紹介しましたけども、人々の生活を支援する、そんな活動されてます、那須フロンティア特定非営利活動法人、NPO 法人那須フロンティアで、毎年行ってます、フォーラム、今年が第13回目になります。障害の枠を超えて、笑顔のメッセージということで、2月の3日、これもちょっと先ですけども、行われます。この辺の内容は、今後もうちょっと紹介していきたいなと思ってます。2月3日、午後1時から3時45分ですね。この時間開けといてくださいというか、まあ私はもう開けてこれに行くつもりいますけども、毎年のことです。去年はそんな秋田で活動されている方、一昨年は福井の東尋坊で、自殺をする人の、を思いとどまらせる活動されている、元警察官の方、そんなお話を聞いてきました。今年はどんなお話が聞けるんでしょうか。とても楽しみです。またこの辺は、これからもご案内していくつもりでおります。それではなんとか一人で1時間持たしちゃいましたね。ちょっと驚きですけども、画面戻しましょう。1時間お付き合いいただきました。まあ録画でもお楽しみいただけたらなと思います。今年もこれから1年、ずっとこんな感じで続けていけたらなと思っております。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、お別れの挨拶、ブラジル、ポルトガル語で、イタリア語もそうですね。はい、それでは挨拶いたします。チャオー、またねー。レディオアクアス、ドゥドゥドゥアクアス、アクアス、ドゥドゥドゥン、アクアスエイト、ドゥワー。